新潟の高校へ行こう。の花かしらゆきが純烈向くのはコーラ4年に燃え立つ娯楽の待って、新潟明君高校弓道部男子部長青木京介と女子部長榎本真央です。今は50人ぐらいですね。実績とか実際強いんですか？あ、今年は、県大会 で男子が優勝で女子が準優勝しました。男子は、3年ぶりですね。女子の剣道部の、弓道部実績弓道部だね、はい、ごめんなさい、はい、弓道部のですね、ちょっと実績みたいなの教えてもらっていいですか？今年の県大会は準優勝。最初はあんまり部活入るの決まってなくて、で体験入部来た時に先輩方がかっこよくて憧れて入りました。今のはなんで拍手が起きたんですか？今のは海中といって4本当てると拍手が起こります。あ、要は全部命中すると。はい、そうです。なるほどね。結構難しい。めちゃめちゃ難しいです。弓道部の男子はどんな雰囲気の？男子みんな仲良くて、あと明るくて諦めないところが、はい、好きですね。私はすごい男女の仲が良くて、休憩時間とかも男子で固まるとか女子で固まるじゃなくて男女でこう一緒にお話ししたりとか。僕中学校野球やってたんですけど、まあ、ちょっと新しいこと始めてみようかなと思って、すごいなんか精神力が鍛えられる感じがしますね。女子と男子ともになんですけど、この誰かが調子悪くて当たらないっていう時に代わりにその別の誰かが同じ方じゃない、そのカバーして当ててくれるっていうのはすごくこの部活の魅力であるとともに強さなのかなっていうふうには感じてます。すごく面白くて楽しい部長です。伸ばします。はい、お願いします。お願いします。周りに気遣いとかができるようになりました。団体戦だと自分のことだけじゃなくてみんなの雰囲気とかが大事になってくるので、そういった面で良くなったと思います。当たった時ってどんな感じなの？なんか自分がやってきたことは間違ってなかったんだ。よくわかります。すごい立派な弓道場なんですけれど、なんか自慢な点とかありますか？あ、安土が新しくなりました。綺麗です。なんか打つときになんかその始まる前まではこうガヤガヤみたいなしてるんですけど、打つときになったら一気に集中モードみたいになって、
なんかもう静まり返った空気で集中してたくさん当ててるところがかっこいいなと思いました。部活動紹介みたいなのが全部活であって、なんかこの袴の感じとかその先輩方の雰囲気とかすごくかっこよくて、それで一回体験行ってみようと思って、それで入り決めました。着てるだけでかっこよく見えるとりあえず着てればかっこよく見える。袴に憧れて入る方が多いんじゃないかなと思います。実際袴着たくて入ってるのがいいんじゃない。まあそれもそうなくはなくはね。新潟の高校へ行こう。以上、新潟の高校弓道部でした。